こんにちは。今日はお彼岸に起きたちょっと不思議なことをお話しします、お彼岸で蝶を見た人いますか、ね、昨日からお彼岸の入りで、5日間ありますが、春菜は蝶々を見ました。昔アゲハチョウは父方で、青い蝶は母方、黒い蝶は神様が降りてきてますよということを聞いたことがあります。アゲハチョウが夕方ですよね、夜ですか、お彼岸の入りってお迎え夕方するじゃないですか。でご先祖様お家に帰ってきますね。父方なんでアゲハチョウだと父だと思うんですが、蝶々が飛んできて実家の玄関、街灯がついてるんですが、普通こう街灯に向かって虫って集まっていくんですけど、玄関のドアの入り口に入ろうとするんですよ、アゲハチョウが。危ないから踏んじゃうからそーっと庭にこう離してやるんですが、すぐ戻ってきて入り口に入ろうとするんですね。で玄関開けたら蝶々が中に入ってって、まあ蝶々嫌いな人だってね、キャーッと大騒ぎするんでしょうけど、あ、これは父なんだろうなと思って仏壇にすぐ行って、仏壇掃除してお線香をあげたりね、お祈りしたりしてたんですね。で振り返るともう蝶はどこにもいないです。家の中の扉閉めて蝶々も中にいたんですが、どこ探しても蝶がいないんですね。不思議ですよね。まさに化身、こういうことが起こります。お墓参りね、行かれる方は周りに蝶がいるかどうか確認してください。車に飛んでくることもあるし、メッセージ性があります。何か伝えたくて、まあ力を、ね、パワーをくれに来たのかもしれないし、何か伝えたくて来たのかもしれない。この蝶に会った時の感覚を大事にしてください。すごく嫌な感じがしたらやっぱり危険があるから、ゆっくり運転しろよっていうメッセージかもしれないし、何かほっこりするようなね、なんか思いを感じたら何かいいことがあるのかもしれない、まあ、こんなことを今日は伝えたくてメッセージを送ります。あと昔ですけど、ちょっとお彼岸に意識を失ったことがあって、まあ春菜からしたらめまいだったんですけども、家族からしたら死にそうな顔色してたよって言って、本当に地獄の釜の蓋が開いたんじゃないかっていうことがあったんですね。で意識がなくなっていく中で、目の前に三途の川に橋がかかって、もうすごく穏やかな、本当にいろんな方ですね、人だけじゃなかったですね、いろんな、まあ俗に言う魑魅魍魎なんですかね。でもみんな笑顔なんですよ。まん丸い、なんかもうなんか太ったすごいこうデブデブって歩いてる方も、もうひょろひょろっとした何かも、みんなすごく嬉しそうにも満足そうな笑顔をしていて、で色が、赤っていうようなね、赤塗りの三途の川に赤い橋が、太鼓橋がかかったんですけど、真っ赤じゃないんですよね、優しい赤でね。で風景自体がはっきりとしてるっていうよりももやっとした感じの、穏やかなところに行って、渡っちゃダメって言われて、反対側でね、渡っちゃダメだよって言われて目が覚めたんですよね。まあ世体験してきたんですが、お彼岸っていうのはこういうエネルギーなのかなとは思っています。みんな穏やかな気持ちを持っている。ただ中にはあの世に帰れず、この世でね辛い思いをしている霊もいるので、なるべくお彼岸の最中は心をね穏やかに過ごしましょう。あんまり乱さない、嫌なことがあってももう無視、嫌なことに目をつぶって今時しようなんて思わないでね、自分の好きなことをする、音楽を聴くか、好きなもの食べるか、好きな人とおしゃべりするか、好きな何かをね、没頭してください。まああと何日かなんで、何日もお彼岸はないですから、過ぎれば
いよいよ本格的に秋が始まります。昼間はねちょっと汗ばむけれど、夜は寒くなってきますので、また過ごしやすくなると思います。この後季節の変わり目のお話、体のこと、心のことお話ししていきます。今日はね短いですが字幕なしでこのままアップしてしまいます。またねー。